今日も秀急行をご利用いただきましてありがとうございます。今回は大阪東線新幹線連絡列車に乗るをお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。2008年3月15日、浄土貨物線を旅客化して誕生した大阪東線は、2019年3月16日に新大阪まで延伸しました。実は私、近所に住んでるんですが、今回博多まで行くために新幹線を利用するため旧法寺新大阪間を初めて乗車いたしましたので、その時の様子をご覧いただきます。大阪東線の電車は旧法寺駅3番乗り場から発車いたします。少しね、再生時間が長くなりますので、部分部分早送りにて紹介させていただきます。新上駅に到着しました。百済から来た貨物船と昇格寺信号場で合流して、木摺上北 JR 長瀬と停車し、近鉄大阪線との連絡駅 JR 新徳道駅に到着いたします。JR 新徳道駅を出発すると、次は近鉄奈良線との連絡駅 JR 河内英和駅に着きます。連絡する近鉄の新徳道河内英和駅とも各でしか止まらない駅です。一つね、隣の布施駅は急行も止まる大きな駅なんですが、こちらの方ね、2駅ともこまめに駅に停まって、近鉄からの乗り換えのお客様を乗せて走っていきます。この区間ね、本当に短い区間でして、実際、大阪東線開業する前に私が思ってたのは、真ん中にね、駅を設けて、でその北側と南側でそれぞれ近鉄との連絡を図るのかなと思ってましたが、実際開業してみるとそれぞれの駅ができていたということであります。JR 河内英和の次は高井田中央です。頭上に阪神高速東大阪線が見えてくると、その下に高井田中央駅があります。この駅で大阪メトロ中央線と接続いたします。右側から寄り添ってくる花店派出所から出てきた線路と合流し、第二寝屋川を渡ると学研都市線下り線京橋方面へ向かう線路の下をくぐります。ちょうど前方から EF510 の引く貨物列車がやってきました。まもなく花店に到着します。乗り場は3番乗り場です。学研都市線乗り換えです。京橋東新地方面は着きましたホームの向かい側4番乗り場、住野道主要な手方面はホーム変わりまして1番乗り場の列車です。この列車は普通新大阪行きです。各駅に止まります。不安から手を返してお待ちください。花店駅で県都市線の区間解説と連絡します。ここでね、同時発車かなと思ったんですが、先に県都市線の電車が出て行ってしまいました。続いて大阪東線の電車も出発です。次は市議野です。次の市議野までの区間は福福線区間となってます。両端の線が学研都市線、真ん中の2線が大阪東線の線路です。この先大阪東線の線路は学研都市線上り線の下をくぐって右側に出ます。花店駅手前とこの市議野駅手前の立体交差、必ず学研都市線の線路が上を越えていきます。これは
大阪東線に貨物列車の設定があるため、正路の良い電車を上下させて、貨物列車を平坦区間を走らせようということで、このような設計になったものと思います。杉野駅を出た列車は大きく右へカーブし、学研都市線と並走してしばらく走ります。寝屋川を渡ると学研都市線の線路は左へ分かれていきます。大阪東線の線路はそのまま右へ緩くカーブしながら新大阪へ向かいます。ちょうどねこの大阪東線が新大阪延伸で開業するまではこの区間で学研都市線の線路から貨物線が運行してました。京阪本線の上を越えると JR 本駅です。ここで京阪線と連絡します。白北公園通りを出発し、しばらく走ると淀川を渡ります。この橋梁は赤川橋梁です。大阪東線開業前の上東貨物線時代には単線でちょうど走ってる線路だけがあった状態で、この右の線路はなくて、ここに人が通る人道橋が通ってました。まあね、人だけやなしに自転車とかも通ってまして、江戸川の北と南を結ぶ結構ね重要な道路として、頻繁に人の往来がありました。ここでね、その人道橋を歩いていると横を貨物列車が抜けていったりしてね、非常にダイナミックな走行シーンを楽しむことができました。江戸川を渡るとほどなく JR 淡路駅に到着します。この駅で阪急京都線と阪急千里線と連絡をしています。阪急淡路駅は特急も停車する阪急京都線の中でも主要な駅で、この駅の乗り換えは結構便利かと思います。 JR 淡路駅を出発してすぐに阪急京都線、続いて千里線の上をまたぎます。現在阪急淡路駅周辺では高架工事が盛んに行われてまして、この高架工事が完成すると阪急が上をで、大阪東線がその下をくぐっていくという形になると思います。なのでね、この辺の様子は随分変わるものではないかなと思ってます。ここで東海道新幹線の下をくぐります。新幹線はね、ここからまっすぐ新大阪駅へ向かうわけですが、大阪東線はこのように大きく北を迂回しながら新大阪へ向かいます。ちょうどね、この信号、今信号機がありましたけども、ここのポイントで、貨物線を分離します。ここがね、神崎川信号場と呼ばれているところで、右に抜けていく貨物線がご覧いただけると思います。大阪東線はここから左へ大きくカーブしながら南吹田駅へ入っていきます。この川は神崎川です。南吹田駅を出発した列車はさらに左にカーブしながら進路を南に向けて、ここで東海道線と合流します。ここね、線路がいっぱい並んでますけども、全部で8本、線路が並んでます。今回、この列車が合流したのは上田貨物線へ向かう線の貨物線で、この右側には北方貨物線と呼ばれる新大阪駅の手前でね、西へ抜けていく線路があります。まもなく新大阪駅に到着します。
はい、新大阪駅に到着しました。始発駅、久宝寺駅からの所要時間は32分でした。この間、近鉄大阪線、奈良線、大阪メトロ中央線、学研都市線、京阪線、阪急京都線、千里線と始発駅の久宝寺駅では大和路線と接続しております。この列車、土曜日の朝、久宝寺6時31分発、新大阪7時3分着、第 2409S 列車でした。土曜日の朝ということで、通勤のお客様はやはり少なく、それでも想像していたよりも多くの利用が見られました。上東貨物線の旅客化は随分昔から話があって、私が小学生の頃、そうですね、今から40年ほど前の話になりますけども、その頃から計画はあるが本当に実現するのかなというような雰囲気で、開通は私にとって夢物語でした。実際ね、開通しても利用されるのかというような不安の声も聞かれたみたいですけども、今回の乗車して、お客様の利用を見てると、その不安もね、少し解消されたと思います。まだまだね、改善してほしいところありますが、将来はね、東京の武蔵野線のような大阪メガループを形成する一角となってほしいと思っております。またこの路線は新幹線連絡という使命も負っています。近鉄、京阪、阪急の各線、大和路線、学研都市線、大阪メトロ中央線と連絡しております。大阪東線の列車本数自体が現在、そう多いと言えるような状態ではないので、大阪駅もしくは新大阪から御堂筋を利用してですね、各路線乗り換えた方が早くなるという時も多々あると思うんですけども、やはりね、非常に混雑した大阪環状線や御堂筋線を利用して乗り換えたりと、気分的にね、やはり億劫になるなというところがあります。そんな中、現在のところ大阪東線の電車自体が比較的空いてますんで、必ず座ることができて、自分の乗り換えする路線へダイレクトに連れて行ってくれるというところは非常に魅力的に感じるところがあります。またね、新上までが全て大阪市内の駅に指定されておりますので、長距離で、新幹線で帰ってきたときはね、その大阪市内までの切符を持っていると、各路線のね、連絡駅まで、ほぼその切符で乗車することが可能になりますんで、今後ね、やはり、いろんな改善するところ、してほしいところたくさんありますけども、その辺もね、含めて、利用を促進していけ、行ってくれたらなと、切に思います。それではこの動画これまでとさせていただきます。本日もご乗車いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。右下の登録ボタンからチャンネル登録できますので、よろしくお願いいたします。